総武鉄道14300型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院に在籍したタンク式蒸気機関車である。本形式は、総武鉄道が1894年に、アメリカのボールドウィン・ロコモティブワークスで一両を、製造した、車軸配置0から6から0、単式2機等の飽和式蒸気機関車である。メーカーにおける種別故障は6から 20D。 1000型と1320系の中間に位置するクラスの機関車で、総武鉄道では4と称した。1896年に、房総鉄道に譲渡され2代目3となったが、1898年には、再び総武鉄道に戻り、今度は14に変更された。総武鉄道は1907年に国有化されたが、本機は1909年。 鉄道院の形式称号規定制定により、1300型に改版された。1911年に、足尾鉄道が、開業用に、汽車製造に注文していた、蒸気機関車4両の完成が遅れたため急遽、国鉄に払い下げを願い出て、当機が譲渡されることになり、同社の一となったが、1913年に、足尾鉄道と鉄道院の間に貸し渡し契約が、結ばれ、 再び鉄道隕石となった。その際、どういうわけか形式番号は元に戻らず、1295型に変更され、各地の建設用として使用されたが、1918年12月に多摩鉄道に譲とされ、番号は1295のまま1934年10月まで使用された。その間、多摩鉄道は西武鉄道に合併されている。 鉄道省1295系の所言を記す。足尾鉄道1号型蒸気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。